どうも、ジャクミロボです。今回は前々回に見つけた洞窟へ行ってみようと思います。ダイヤさえ見つかればネザーへ一直線です。というわけで準備中。OK 出発だ。いざ、お供つかまずラン。ラピスラズリの鉱脈を探す旅。探すのはダイヤだけどな。マグマポイントに到達。方角は合ってるはずだ。牛や羊だな。この辺近辺のはずだ。さてどこだったかな。おー、深い溝だ。絶対に落ちたくないな。でも目的の洞窟とつながってるかもな。そうだな、ちょっと覗いてみよう。セーブしなければ大丈夫だったり。ダメですね、はい。回収不良。夜になったけど朝を待つことはできぬ。ベッドがまたなくなってしまう。マグマ通過。うわぁ、来た？どこだここは。いや待て、これはラッキーだったかもしれん。きっとここはさっきの溝だ。下まで降りれればなんとかなるはずだ。うむねえ、俺も乗り気じゃさく。下はもうすぐだ。よし、到達だ。砂が邪魔だ。おー、奇跡だ。奇跡の回収だ。なんかエンダーマンいるけどどうでもいいや。いやー、一時はどうなることかと思った。アイテム整理しないとな。うん、ベッドもある。すべてある。さてこっからどうしたもんか。洞窟の入り口を探したいのだが、繋がってる場合ここを拠点でもぶっちゃけ OK だろう。松明使うか。物はいただいておこう。洞窟前に仮拠点作るから石炭も貴重な資源だ。さてこの奥に何があるのか。
この水流登ってみよう。なんもなさそうだな。しゃあない、上に登るか。お、鉄いただき。よし、地上へ到達だ。さあ、入り口を探すぞ。タバレスケさん、さてどこだったかな。あの時羊探してたからどこだかわからんな。牛殴れば見つかるかな。食料も必要になってくるだろうし、適当に殴っておくか。おっと、ここは来たー。ここから降りよう。降りれませんでした。こっちからなら降りれそう。わお、無理ぽ。さすがにここからなら降りれるだろう。OK だ、到達。まずはベッドを置いて。チェストも置いとこう。作業台も欲しいな。これ砂じゃねえか。アイテムしまって木を切りに行こう。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。